なんてことなの？そんなありえない。すぐ届けに行く。何言ってるの？誰も起きてないわ。急いでも同じことよ。ジミーに届けさせるわ。1912年、イギリス貴族のクローリー家が住む屋敷ダウントンアビーでは、今朝も使用人たちが慌ただしい準備に追われていました。さあ急いで。朝食です、カーソンさん。ああ、ウィリアム、新聞はまだか？遅れています。そのようだな。アイロン台を出せ。すぐかけられるようにな。ちゃんと確認したか？書斎は片付いた？はい、ヒューズさん。よろしい。今日は食堂を念入りに掃除してちょうだい。旦那様たちが朝食を終えた後にね。まあ、なんてことでしょう。火を起こすだけでしょ。時間がかかりすぎよ。まだ残ってるの？あの、これで最後になりますが。よろしい。姿を見られる前に厨房にお戻りなさい。おはよう、母さん。おはようございます。本当に沈んだのか？そのようです、旦那様。乗り合わせた知人もいるだろう。生存者名簿はさすがにまだだろうな。女性客の多くは救助されたとか。一等船室のだろう。神よ、船底の客をお救いください。未来を夢見ていただろうに。なんという悲劇だ。アンナが言っていたのは本当だったのね。乗客にお知り合いは？お母さんはアスター氏と知り合いだし、ルーシー嬢とは先月食事をした。他にもいるだろう。沈まないって触れ込みだったわ。登れない山もいずれ誰かが登る。沈まない船と言われるのもそれが沈むまでの話だ。おはよう、お父様。おはよう。それは今届いたの、電報よ。タイタニック号の沈没により、家督を継ぐはずの相続人を失った伯爵一家。あんまりな話だわ。ジェームズとパトリックが乗船していたようだ。行くのは5月の予定だったわ。では切り上げたのだろう。乗客者名簿に名前があった。ありがとう、オブライエン。下がっていいわ。でも救助されたのでしょ？されなかったらしい。そんな、二人ともなの？メアリーにはあなたの口から伝えなきゃダメよ。こんにちは。ノックしたのですが誰も出なかったので。それで押し入ったの？新しい従者のジョン・ベイツです。新しい従者？そうです。まだ早朝よ。
貨物列車で来ました。早く屋敷に慣れ、今夜から始めようと。よろしく。メイド長のアンナです。よろしく。奥様の次女のオブライエンです。ではこちらへどうぞ。でもその足で大丈夫？ご心配なく務められます。私らも手一杯だからね。手伝いは無用です。ご苦労。ここからは私が引き継ごう。おはよう、ベイツさん。ようこそ。楽しい汽車旅でしたかな？おかげさまで。どうも。ダントンアビーで執事を務めているカーソンだ。よろしく、カーソンさん。彼はトーマス第一下僕だ。ワトソンが辞めてから彼が旦那様のお世話をしていた。これで肩の荷が下りるな。違うか、トーマス。ベイツさんをお迎えする準備はできているだろうな。ワトソンさんが使っていた部屋を用意しました。かなり散らかった状態でしたけど。でも階段が多いわ。お話した通り大丈夫です。そうですとも。トーマス、ベイツさんを部屋と仕事場へご案内するのだ。しまうときはきれいに畳んでからよ。それでいいわ。ご苦労だった。あれじゃ長くは持ちませんね。どうも、オブライエンさん。新しい相続人をいるということしか。ロバートのまたいとこの子よ。私の記憶では一度もその男に会ったことはないわ。持参金まで持っていかれます。あなたの夫が私から強奪したせいです。怒らないで。法律上の取り決めよ。おかげで所領の分割を防げた。そしてあなたの息子がそれを相続するはずだったのよ。恵まれなかった。ええ、そうでした。でもパトリックとメアリーが結婚し、あなたの孫息子が家長となれば全て丸く収まっていたはずよ。今となっては不幸にも。見ず知らずの他人に持参金もろとも全て奪われるのですわ。30年間守り続けたダウントンを一切合切、どこの馬の骨かもわからぬものに渡してなるものですか。よろしく頼むわ。ダウントンは素晴らしいお屋敷だ。そしてクローリー家は由緒正しき名家だ。私たちはある基準に従って暮らしている。最初は取り付きにくいだろう。なるほど。旦那様を前にして言葉に詰まることがあるとしても、旦那様の礼儀正しさや気品に触れればすぐに持てる力を発揮して務めを果たせるようになる。はい。ベイツ、我が友よ。申し訳ない、今は昼食の時間だったな。とんでもないことで。ああ、みんな座ってくれ。戦友にちょっと挨拶したいだけなのだ。ベイツ、我が友よ。ダウントンにようこそ。恐縮です。邪魔をしてすまなかったな。許してくれ。窮地の中です。では原始相続の件についてお話ししましょう。あなた亡き後、爵位を継いだ者が全てを相続します。奥様とご令嬢たちへの贈与財産は除きます。それで？法律上の合意があるため奥様の持参金も相続人の手に渡ります。相続権が男性にしか認められていなかった時代、行方不明になった相続人は伯爵家の三姉妹の長女メアリーの婚約者でした。婚約していたのはあなたじゃなく私よ。でも自分を抑えられるなら恥を知るべきね。泥棒ですよ。すんなり奥様の持参金を手に入れられると思ったら大間違いですわ。そうかしら。旦那様が許しませんよ。ベイツの仕事ぶりは？そりゃご容赦ください。障害のある方をあげつらうのは思いやりに欠けるかと。職務を果たせなくてもです。奥様に相続の話は？してない。教会の帰りに旦那様と話したって。
まだ俺が従者なら聞き出すのに。ベイツは口が固いわ。そうだな。あいつは敵陣のスパイでもしてたに違いない。従者になりたかった。旦那様とは馬が合ってたんだ。じゃあベイツが消えたら名乗りを上げるのね。俺たちの陰口を叩いたからって追い出せないさ。追い出す方法は他にもあるわ。分かってください。うまくいくわけありません。ベイツさんが怠けているというのか。いいえ、怠けているわけではありません。でも荷物を運べない。追悼式でロンドンへ行った時、カバンも持てない姿をご覧になったでしょう。給仕はともかく、お客様の荷物も運べないのは問題です。私にどうしろと。私が言うのもなんですが、そのせいでウィリアムの仕事が増えています。お屋敷が本来あるべき姿を失ってしまっている現状にあなたはご満足なのですか。そんなことはない。そこなんです。ありがとう。拾おう。いえ、いけません旦那様。拾えます。そうだな。そうです。信頼してください。ベイツ、分別も大事だ。お前の手に負えないのなら頼んだりはしない。戦友でも失敗は許されない。はい、上官殿。いえ、旦那様。軍が恋しいか。恋しいものだらけです。でも前を見ないと。その通りだな。失望はさせません。苦楽を共にし乗り越えてきたでしょう。そうだ、そうだとも。ベイツさん、トレイを頼める？畜生。私が。すまない。なんだ。奥様がベイツを解雇するように言ってもいいって言ってたわ。旦那様があなたに満足なさっていたならって。本当に？何の相談？構わないでしょ。そう、食事に行くわ。悪巧みをするならご自由に。つまりクローバラ公爵が泊まりに来たいと言っているのね。目的はただ一つ。そう思いたいんでしょ。決めつけは良くないわ。公爵はメアリーの相続が見直されたと思っていると。多分そうかと。多分なんかじゃないわ。当然これはちょっとしたチャンスよ。メアリーのために原始相続制を打倒できればだけどね。いつまで自分に見とれてるの？顔目当ての結婚じゃないわ。彼が求婚すればの話だけど。するわ。とても綺麗よ。ありがとうシュビル。行きましょう。そろそろいらっしゃる頃だわ。うん、ユリの花は余計ね。メアリー、驚いたふりをしなさい。準備はいいか。よろしい。ではお出迎えしよう。私もですか？いや、お前はダメだ。ウェイツさん、ここで待つことにするかね。行きたいと思います。全員が参列する義務はないのだがね。ぜひとも。今日はダウントンにとって素晴らしい日だ。公爵をお迎えできるのだからな。荷物運びを手伝うのを忘れるなよ。手伝おうか。とんでもない。そのお体では頼めません。いつまでこれに我慢しなければならないのですか。トンへようこそ。お出迎え痛み入ります。とんでもありません。お越しいただき光栄ですわ。メアリーはご存知ですわね。ええ、こんにちは。イーディスも。シビルとは初対面ですわよね。ああ、よろしく。はじめまして。
では中へ、さぞお疲れでしょう。ああ、お話があるのです。お手数はおかけしたくないのですが、私の従者が出発間際に病気になりまして、その…ああ、それならカーソンに頼もう。お任せください。私めがお世話いたします。それじゃ悪い、下僕で構いません。君とは確か夫人のロンドン滞在中に会った。あなた様の給仕を。ああ、やっぱり相性も良かった。名前は…あ、トーマスと申します。トーマスだ。決まりね。道中は滞りなく。ええ。大丈夫か。大丈夫です。すみません。さあ、捕まって。これでいいわ。頼む。不憫に思わないでくれ。二人だけになるのは初めてですわね。ここは下僕の部屋かと。いけませんわ。どうして。下僕がどんな種族か調べている。生態を知りたくてね。誰か来ますわ。何かご用ですか。探検しているだけよ。トーマスをお探しですか。いや、メアリー嬢の言う通り探検をしていた。では私の部屋もどうぞ。結構よ、ベイツ。あ、邪魔してごめんなさい。もう戻るわ。ベイツさんに非があるわけではありませんが、明らかに彼は従者に付随する職務を全うすることはできません。荷物を持てず、給仕することもできず、至るところに物を落とします。来客時には第三下僕の職に就かせるべきです。実際のところメイドに給仕させる羽目になるかもしれません。前を向け、世の中にはもっとひどいこともある。メイドが公爵に給仕するよりもですか。断固たる決意か。辛い決断です、旦那様。とても辛い決断です。しかしダウントンの名誉がかかっているのです。心配するな、母さん。辛い決断も厭わないさ。ダウントンの名誉のためならな。どうだろう。他にご用は。ない。だが話がある。転んだがもう大丈夫なのか。申し訳ありませんでした。何が何だか。要するにだな、私はお前に使用期間を与えた。私はいいのだが、従者に付随する職務が問題なのだ。つまり給仕のことですか。ああ、それに荷物運びや、それにカーソンは使用人たちにそつなく仕事をさせることに重きを置いているのだ。よく存じております。提案があります。そのせいで下僕が必要なら私の給金から。それはいかん。そんなことを許せるか。そうしてでも残りたいんです。何を置いても。分かっている。だから何とかしたかった。私が次の職を見つけるのは困難でしょう。だが仕事量の少ない小さな屋敷もある。無理でしょう。次が見つかるまで援助しよう。お金はいただけません。今日までの賃金で結構です。わかりました。すぐおいとまします。急ぐ必要はない。明日9時発のロンドン行き列車に乗れ。一月分の給金は払わせてもらうぞ。
冷酷なようだがどうにもしようがないのだ。よくわかっております。女性ばかりに囲まれて落ち着けないのではないかしら。この国で男女の数を合わせるのは難しいの。独身男性は希少な存在よ。いえ、嬉しいです。家族に迎えられたようで。お姉様と屋根裏で何をなさってたの？屋敷をご案内してたんでしょ？違うの？建築のお勉強を。ええ、しています。では私のコテージを見にいらしてくださいな。レンの設計です。ああ初代伯爵の姉の家よ。屋根裏へ。ええ、お姉様が公爵をお連れしたの。どうして？ええ、なぜなの？見て回っていただけです。嘘よ、使用人部屋に見るものなんてないわ。本当の理由は？おしゃべりはそのくらいになさい。応接間に行くわ。でもおかしいわ。お黙りなさい。いらっしゃる。お腹が空いているかと。ありがとう。本当に残念だわ。大丈夫さ。そうよね、あなたなら雇ってもらえる。ああ、そうだ、なんとかなるさ。決まったら連絡して。その手紙でね。じゃないと心配。心配は困るな。あなたは完璧な他人に全所領と奥様の持参金を譲るのですか？抵抗もせずに。完璧な男ならいいが、怪しいものだ。妙な冗談ですね。この会話の方が妙ですな。まあそういうわけです。だがメアリーへの贈与財産はあなたも満足する額になる。何ですって？つまりメアリーと結婚する際の相続分は相当な額になる。喜ばれるはずです。参ったな。間違った印象を与えたようです。今さら何を言い出すのです。親愛なるグランサム伯爵。そんな言い訳が通じると思うか。何をしたのかわからないとは言わせんぞ。メアリーをその気にさせ、我々もみんなお許しを。でも私は友としてお悔やみを言いに来た、それだけです。メアリー嬢はとても魅力的です。妻にする男は幸運だ。でも僕ではない。応接間にいらっしゃいません。疲れてるんだ。失礼するよ。お詫びしておいてくれる？私のせいでお疲れに。それじゃあ明日は。朝には帰る。おやすみ。例の下僕に。トーマスよ。そうだ、上がったと伝えて。
魚に逃げられたわね。でも私は餌を持ってるわ。そんなバカな。原始相続を破棄しないとさ。顔も知らないいとこが相続し、メアリーの相続財産は変わらん。知らなかったんだ、弁護士が来たから適当然だ。電報を打ったのは正解だ。早とちりだがね。でどうする。僕は女の相続人と結婚するぞ。たとえニューヨークへ行くことになってもだ。俺はどうなる。お前は僕の幸運を祈れ。辞めたら職を見つけてくれるんだろう。辞める。従者になりたい。下僕はうんざりだ。従者は必要ないんだよ。新任の従者を追い出したんだろ。ああ、でもカーソンが俺を従者に据える保証はない。そばにいたいんだ。この関係がうまくいくとは思えん。今さらお前と主従関係を築けるわけないさ。俺に会いに来たくせに。他にも用があった。それに安心するのは早いんじゃないか。忘れてないか。なんだ僕を脅してるのか。戯れの恋でロンドンでのあの数週間で。まさか本気じゃないんだろ。必要ならやるさ。下僕の言葉など誰も信じないさ。牢獄に入ることになるぞ。証拠があるんだ。うん、これのことか。いつも母上に文書は残すなと言われてきた。お前のおかげで思い出したよ。どうやってあれを。この悪党が。往生際が悪いぞトーマス。もう寝ろ。僕と痛いなら別だが。お世話になりました。感謝します。それでは公爵。お嬢様方によろしくお伝えください。がっかりしますわ。お早いお立ちで。悲しいかな。急な用事が突然持ち上がりまして。そうでしょうね。グラン様伯爵、とても楽しい滞在でした。本当に肩透かしだったのではないかと思いました。そんなとんでもない。おかげさまで心配事が吹き飛びましたよ。そろそろ出発しませんと列車に間に合いません。お別れだベイツ。幸運を。旦那様も。待て。
降りろ、ベイツ。列車に遅れます。屋敷へ戻れ。このことは忘れよう。これは間違いだ。そう思えたのだ。郵便です。ありがとう、エレン。あなたに。うん、ありがとう。グランサム教からだ。本当？どんなお話かしら。人生が一変する話だ。新たな相続人として現れたのは中流階級の弁護士マシューでした。伯爵は彼とその母イザベルをダウントンへ招き、屋敷を用意するのでした。やっぱり断ればよかった。断れる類のものではないの。あなたは伯爵になり所領を相続する。その後でなら返上するのは勝手よ。何かよ。執事と従者を務めるモールズリーです。すまないが。では自己紹介しましょう。私はクローリー夫人。こちらは息子のマシュー・クローリーよ。まあエレン、思っていた以上の出来よ。よくやってくれたわ。恐れ入ります。この荷物は奥様のお部屋へ。ここでいいわ。それで使用人はあなたお一人なの？ベスという名の地元の娘がメイドと厨房のお手伝いをします。どうかしてるよ。ありがとう、モールズリー。お茶をいただけるかしら。承知しました。今すぐ消えてもらおう。なぜ？いざとなれば僕らには羊も従者も必要ないからさ。コックとメイドだけいれば問題なかった。彼らは僕らを変えようと思ってる。彼らは私たちが貴族の作法を知らないと思ってるのだから。いい？私はやっぱりそうだったとは思わせたくない。僕は僕のままでいたいんだ。自分を失ったら何もできなくなる。それから周りが変な気を起こす前に言っておくけど、妻は自分で選ぶよ。それは一体どういうこと？つまり僕が独身だと知ったら娘の一人を押し付けてくるに決まってるってことさ。メアリー様がお越しです。お邪魔ではなかったかしら。メアリー様。ただのメアリーで結構です。母からあなた方をディナーに招待するよう言いつかりましたの。お疲れでなければですが。喜んで伺います。では8時にお茶をご一緒いたしません？ご遠慮します。お忙しいでしょうし押し入りたくはありませんの。リンチ、サウスロッジを抜けていきましょう。はい、わかりました。誤解しないでください。冗談なんです。そうでしょうとも。何から何まで冗談にしか思えませんわ。こんばんは。やっとお会いできましたな、クローリー夫人。とても嬉しいですわ。あなたもでしょ？嬉しいです。ダウントンへようこそ。ありがとう、ご親切に感謝します。わお、大歓迎だ。ええ、嬉しいわ。彼はカーソン、頼りになる執事です。母上、マシュー・クローリー氏とクローリー夫人です。こちらは私の母です。
どう呼び合いましょうか。クローリー夫人と伯爵夫人でよろしいのでは。応接まできちんとした自己紹介をいたしましょう。ありがとう、カーソン。村の暮らしは楽しめそうですか。マンチェスターに比べると静かでしょう。一応都会だものね。お持ちしていますのでお取り分けを。知ってるよ。どうも。すぐにここの作法にも慣れますわ。僕がこことは違う生活に慣れているというのならその通りです。普段は何をされているの？リポンで仕事を見つけた。明日から始めます。仕事？共同経営会社ハーベル&カーターです。産業法が分かる人を募集していたので。でも仕事の大半は遺書や譲渡証書の作成になるでしょう。君には所領の運営を手伝ってもらうつもりだ。ご心配なく。時間はありますから。週末も使えますしね。後で相談しよう。退屈な話題だ。週末って何なの？私だって人を選ぶわ。今おかしなものを見ちゃったの。何を？どこの馬の骨かもわからぬ輩にこの私がペコペコすると思ったら大間違いよ。オブライエン、今のはマシューさんのこと？はい、奥様。立場をわきまえたらどう？ご多分に漏れず私にも意見があります。何かご用でしょうか、奥様？なくしたボタンを見つけたの。砂利道に落ちていたわ。でもショックなことがあったの。今聞かされた話のことよ。マシューさんは旦那様のいとこで後継者よ。だから彼には爵位を継ぐ者として敬意を払ってちょうだい。奥様も彼を嫌っており来てほしくなかったと。いいこと。一線を越える寸前まで来ているわよ。もし私たちが友達ならクローリー家やグランサム伯爵家の陰口は二度と言わないでちょうだい。上で休んでるわ。支度するときに起こして。ここでなら何を話してもいいはずだ。そうよね。本物の貴族ならこんなところに来ない。ベルで私を呼べば済むことだわ。ここは俺たちの領域なんだからな。誰が決めたの？法律です。議会もだ。言論の自由ってやつですよ。それは私が許しません。調子に乗らないことね、トーマス。休憩は終わりよ。仕事に戻って。奥様のボタンよ。友達ね。冗談でしょ。友達じゃないわ。違うの？ええ、仕事よ。あなたとお嬢様方もね。私たち使用人は命令に従ってお金をもらうだけよ。よろしければ自分でできる。カフスはどこだっけ？気分転換にこちらなどは。いつものでいいんだ。君をがっかりさせているのはわかる。でもしょうがない。着せ替え人形になるのは慣れてないんだ。お手伝いをしようと。わかるよ。気に触ったなら謝る。でも他にやることがあるだろ。これが仕事です。でも大の男がやるにしては馬鹿げた仕事だな。あ、すまなかったよ。悪かった。信じられないわ。妻が夫の遠縁に全財産を強奪されるなんて。時代遅れもいいとこよ。呆れて物も言えないわ。そのお金はもう私のものじゃないのよ。所領の一部になっているの。だとしても判事が聞けば。一度でいいから黙って話を聞きなさい。未来が約束され、伯爵夫人になれる方法が一つだけあるわ。まさかあのマシューと。考えてみることね。考えるまでもないわ。ナイフもまともに握れない男と結婚しろと。それは言い過ぎじゃん。お母様はアメリカ人だから笑うのよ。おばあ様には話した？怒ったでしょ。これはおばあ様の考えよ。
例のコテージ修復計画のことだが、口出ししてもいいんですか？マーシュー君、そのために君を連れてきたのだ。夕食まで残って話し合わないか。モールズリーに着替えを頼もう。いえ、母が待っていますので。実はモールズリーのことで相談が。なんだね。彼を辞めさせたら僕を恩知らずと思われますか？君の機嫌を損ねたのか？とんでもない。僕らの生活には贅沢すぎるというだけです。正しいことかね。火のないものから生活の糧を奪うことが。いや、そんなことは。君の母上は病院で働き、生きがいを感じている。いわば自尊心を得ているのだ。確かに。モールズリーも同じだ。それを奪う気か？君がここの主人になったら執事を解雇するのか？メイドや厨房の手伝いは何人残れる？一人残らず追い出すのか？皆それぞれの役割があるのだよ。それを果たさせてやらねばならん。ひどい話ね。1ヶ月前は他人だったのに、イザベルは権力を得て私はマシューと結婚。結婚なんかしないくせに。海の怪物だもの , 笑うなんて意地が悪いわ。でも誰かが結婚する。何を考えてるの？お姉様ほど彼を嫌いじゃないわ。あなたは嫌いじゃないってこと？ええ、そうかも。いつものです。式典でつけるにはやぼったいな。そう思わない？では紋章入りなどいかがでしょうか？このような機会にはふさわしいかと。うん、つけにくいな。手伝ってくれ。わかりました。ああ、袖のシミが消えてる。どうやった？そのシミが消えるまであれこれと試してみました。よくやった。ありがとうございます。メアリー・クローリー城ですね。その通りですわ。何があったの？わからないわ。突然悲鳴を上げて死んじゃったのよ。私はメアリー様の秘密を知ってるのよ。人生が君を変えた、私を変えたようにな。よく聞けよ、この薄汚いドブネズミ。愛してるの、あなたのこと。何たることだ。いつも思ってた、我が家は崩壊寸前じゃないかってね。君ははぐらかしてばかりだ。あなたの自信を持ってね。ダウントンアビー、ブルーレイ&DVD インストアーズ。